3.123、ダッシュ3.456、枠番通り3対3となっています。第12レース予選競争、ブルーナイター選抜、インコースから1番、2番、3番、ダッシュ4番、5番、6番です。スタートしました。まずこにダッシュ勢が4号艇、5号艇、6号艇、角からスリット後出ていくのは4号艇岡谷ですが、1号艇が先前、その外4号艇岡谷まくる、刺してくる2号艇、さらには5号艇大沢まくり出し、しかし先頭ですが独走態勢、1号艇関博也、2番手の水が4号艇、5号艇の攻防、外から一定進優勢は4号艇岡谷となっています。なお12レーススタートは正常です。一周にマーク先頭は1号艇関、2番手内側から5号艇大沢、冷静にさばいてくるのは4号艇岡谷、ここは2番手キープ、外から3番手は5号艇大沢となっています。上位体系は1番、4番、5番の体制、後方2号艇、3号艇、6号艇レースは2周目に移っています。先頭は1号艇関、2番手は4号艇岡谷、3番手外前は5号艇大沢、内側から2号艇、3号艇接近も、バックに入って上位体系は変わらず1番、4番、5番の体制となっています。3点審査の4番手からは2号艇南、後方6号艇、3号艇で2周にマークへと移ります。先頭は1号艇関、2番手は4号艇岡谷、3番手内側から競りかける2号艇南ですが、ここも握った5号艇大沢が3番手がっちりキープ。1番、4番、5番最終周回へと移ります。きっちりとここは2踏ん張りました。先頭1号艇関博也、2番手には4号艇岡谷健吾、3番手5号艇大沢風紀、バックに入って上位3艇は1番、4番、5番となっています。4番手から追走は2号艇南、後方6号艇3号艇でラストコーナーへと移ります。今日2日目連勝となります。先頭は1号艇関、2番手は4号艇岡谷、3番手5号艇大沢、うちはシャープについてきた2号艇南、土壇場3番手接戦、先頭1番関五輪、2着4番岡谷五輪、3着は5番大沢五輪、2番南五輪、6番上条、ラストで3番樋口五輪です。